末期がん患者などを対象に、その人が最後に行きたい場所へ車で連れて行く願いの車というボランティア活動が注目を集めています。どんな活動かカメラが密着しました。願いの車の活動を行っているのは、車の修理や販売を手掛けるタウという会社です。5年前からこの活動を始め、これまで61件の願いを叶えてきました。いつか適正な利益を上げられるようになったら、本当に困っている人たちの役に立つための活動を行わなければならないということは、そういうから持ってた車を扱ってますので、車を使ったそういうボランティアというのは漠然とございます。今回願いの車を利用するのは鶴田君夫さん、81歳。宮城県石巻市出身で、今は愛知県瀬戸市に一人で暮らしています。肺がんを患っていて、呼吸器が欠かせない生活を送っています。動くとやっぱきついね。動くとはぁはぁはぁ息上がっちゃう。ここ1週間、2週間で、ね、血管なんかも出るようになって、鶴田さんには弟がいましたが、その弟は子供の頃海の事故で亡くなっています。弟を供養するため海に行きたいと言います。お前供養できるなと思って行った時に、まあ繋がってると思うんで、なんか供養したいなと思ってやったんだけど。願いの車は依頼者の病状悪化に備え、看護師が同行して目的の場所へ向かいます。体調はいかがですか？今は大丈夫です。楽しみの方が先です。ドキドキしてる。ドキドキしてる。わかりにくい。いいね。自宅からおよそ1時間ほどで目的地に到着しました。携帯用の呼吸器を持った看護師が付き添います。念願の海に足を入れ、子供のようにはしゃぎます。ダメだよね。そして亡くなった弟を供養します。心の中では今すぐ行くんだなって待っててくれよとは言ったんだけど、来月の31日みたいなもんで、命日がそれまでも持ってくれればいいかなと思う。海でのひとときを終えた鶴田さん、嬉しい感激だね。嬉しい限り力が出たっていうか、もう泣きたよ。1月だったらもっと晴れて綺麗かもしれないよ。そうだね。頑張ろう。すごく伝わってきました。まさにそうですね。願いがある、願いが叶う、新たな願いができる、まさに明日への活力ですね。この願いの車なんですが、ボランティア活動ということで全て無料です。でただ条件がありまして、終末期の医療を受けているということ、本人の意思での外出であるということ、そして自力歩行、車椅子での移動ができることだということです。希望する方は 048-601-0852 048-601-0852 にご連絡ください。